はい、今日は、佐賀の方から来ていただいた、はい、佐賀のマイピーと言います。はい、私愛知の佐野と言いますので、2人合わせてマイピーとサノピー、サノピーじゃなくてサッピーの方がサッピーですね。今日あのマイピーね、あの本当にすごい熱血指導している、あ、ケンさんどうも熱血指導してるねマイピーとですね、今日会うことができて私すごく嬉しいです。それでまあ本当はね、どれぐらいすごいのか、これはね私は分かんないんですよね。だから今日ね、私も同じ指導家としてこれはね、しっかりマイピーのことをね調べなきゃいけないと思って、体組成計に乗ってもらいました。体組成計ですよ、これはもう事実ですね、機械は嘘つかないのでね、本当にね、さあマエピーがね、ちゃんとしたデータが出るのかどうか、さあそこでなんと驚くべき数字が出ました。これ拡大してもね、皆さん見えるか分かんないですけど、いいですか、じゃあ読みますよ。まず私が一番すごいと思ったことを先に言います。なんと脚点って言いまして、体の体重、いいですか、みんなそれぞれ体重あるんですけど、その体重を支える土台、足の筋力がどれぐらいあるかっていうのを数字で表されるんですが、平均は90ですか、90点あれば自分の体重が支えれるよと、それから支えてコントロールできるよっていうのが90だと思ってくださいね。はい、マエピはなんと117、117っていうのは私、いろんな人を測ってきましたが見たことありません。はい、というわけで必ずマエピーは117になった事実があるっていうことで、何かねいいトレーニングをしてるに違いないと私はもう断言できます。だから今日はそれを探りたいんですが、ただマエピー驚くべきことにそれだけじゃありません。これもね本当びっくりしたんですが、マイピーさん、年齢は非公開ですか？いや大丈夫です。はい、はい、年齢はですね、36歳なんですが、体組成計で見ると体内年齢なんと17歳、高校生、はい、17歳ですよ、小学生、ね、高校生、小学生、なんじゃこりゃっていうことになりますよね。でそこでまあ皆さんね、そんなすぐ本当かというところもあります。でもね、まだまだ事実はあるんです。基礎代謝量って分かりますか？もうね、はい、すごいじゃん、知ってるの？何もしなくても燃焼するカロリーっていうのがあって、そのカロリーがなんとマイピーね、これ体重が重い人は基礎代謝量って多いんですよ。だけど体重に対してものすごく多く1600カロリーもあるんですね。これはねものすごく多いっていうことが分かるのがここにありまして、はい、基礎代謝量のこの線、理由、燃えやすい、もう少しでマックスっすよね。これはすごい。っていうわけで私実際に会って調べるまでどうかなというところあったんですが、これだけの事実があったら間違いないということで、今からマイピーの秘密に迫りたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ謙虚さんの秘密、謙さんの秘密はね、またもちろんねそういうのもやらさせてもらいますよ、ね特, はい、特別スクープで、そう、はい、というわけで、マイピー、はい、はい、どんなことをやったらその体ができるのかっていうのですね、うん、説明お願いします。はい、もう、はい、とにかく僕がこだわってることってすごい簡単なんですけど、はい、本当子供から大人まで、はい、誰にもこうできて、はい、どんな場所でもこうできるっていうところで、はい、バランスの、はい、いろんな動きのこう可能性を探るっていうんですかね、そこを意識して毎日、まあ、僕の場合40分なんですけど、その限られた時間の中で10分いろんな動きをやってみる、うん、こんな動きも、ね、もちろんやったりします。おすごい、これ40分やったらすごいね、まあ、とにかくそれをこう続けてきた結果が、はい、もう僕も本当今日この
体組計を、はい、数字を見て自分でもこう驚いてるんですけど、はい、でもやっぱりそのやってきた積み重ねがこういうふうな形で、はい、あの提示ができたということは本当に嬉しいことです、はいはい、やっぱりね指導員あるものね、やっぱりしっかりとした、人っていうことがまず大前提だと思うんですね、うん、ですからそれをしっかりと証明されているマイピー、私は本当にすごい人だと思いますんで、はい、じゃあぜひ今後とも、はいはい、いろいろとその内容を、そうですね、はいはい、具体的によろしくお願いします、はい、まあ、あの本当にあの誰にでもできるあの形になってますので、あの興味ある方、特にあの自分だけじゃなくてあの小さなお子さんがいらっしゃる方もですね、こうみんなで楽しんでみんなでこうワクワクするようなトレーニングっていうものをできればいいかなと思ってます。はい、さあというわけでケンさん、はい、マイピーのやつさ、なんかさやるといいんじゃねえのか、すげえな、夢が叶いそうです、ね。じゃあ、おいいね、ケンさんの反応も上々でございます、はい、じゃあマイピー、じゃあそういうことで、はいはい、いろいろやっていきましょう、はいはい、本当あの興味がある方ですね、はい、あのどんどんあの短い時間で紹介していきたいと思いますので、はい、あの今後ともね、あの、はい、楽しんで見ていただければと思います、はい、しゃあ楽しみが増えた、ね、よろしくお願いします。いはい、よいしゃーしゃー、頑張ろう、みんなで頑張ろう、イエーイ、ありがとうございます。